ロシアは NATO への限定核攻撃可能性明示すべき。派的な外交・防衛問題研究者セルゲイ・カラガノフ氏は地元紙コメルサンとのインタビューでウクライナにおける北大西洋条約機構 NATO の侵略を支援するいかなる国に対しても核兵器を使用することをロシアは明確に意思表示するべきだと述べた。 カラガノフ氏はロシアが全面核戦争を引き起こさずに NATO 加盟国に限定的な核攻撃を加えることは可能だと主張米国が同盟国に核の傘を提供しているというのは虚構だと付け加えたロシアの核ドクトリンについてカラガノフ氏は現在及び将来の敵すべてにロシアが核兵器を使う用意があると確信させることが主な目標だと説明した その上でウクライナがロシア西部クルスク州に越境攻撃を開始して数週間が経過している状況を踏まえてロシア領への大規模攻撃に核で反撃する権利があると宣言する時期だと言い切ったカラガノフ氏の意見はロシアの公式な政策ではないが政府は同志が重要なフォーラムで何度も発言したりプーチン大統領に提言したりするのを許している。 このため西側の安全保障専門家がロシアの外交安保政策や核戦略を検討する際のカラガノフ氏の発言に対する注目度は高いロシアの現在の核ドクトリンはある国からの核攻撃ないしロシア国家の存続を脅かすほどの通常兵器による攻撃に対して核兵器を使う準備があるとしているただカラガノフ氏は1年以上前から ドクトリンの修正を求め政府も修正を明言した同志は今のドクトリンがロシアの敵対勢力を十分に抑止できずロシアの核兵器を使用する機会は乏しいとの認識を生み出していると指摘しこうした想定を変化させて抑止力を再構築しなければロシアは破滅すると警告した今回のインタビューで 全面核戦争を確実に防止する方法を聞かれたカラゴノフ氏は限定的な核兵器使用が必ずアルマゲドンに至るという主張は批判に耐えられないすべての核兵器大国は特定のシナリオの下で段階的に使用する計画を持ち合わせているのは間違いないと語った核兵器の恐るべき破壊力おそらくその破壊力について説明できるものは誰一人存在しないだろう だから誰がいようが一説になる。計算では出てこないから実験でということになる。核弾頭100発で人類滅亡説もあろう。どれもこれもやってみなければわからない。核弾頭が爆発するとその粉塵で地球が包まれ太陽が遮られ光合成が成立しないので植物が生育しなくなる。連鎖を繰り返し動植物は壊滅する。 これで人類は滅亡する。その弾頭数が20なのか100なのか誰も知らない。誰も知らないから皆がいい加減なことを言っている。いざ核戦争ともなれば、最初の20発程度で人類の運命が決まることだろう。この間に敵をことごとく破壊した方が勝利する。地殻変動だって同じこと。誰にもわからないからいい加減なことを言う。大地震が起こるたびに、 耐震基準の法改正になる。二十一世紀に人類が滅亡しないことを祈るのみ。ロシア軍反撃のクルスク州。ウクライナ軍がハイマースで招待撃破。一部で前進許す。ロシア西部クルスク州に侵攻している。ウクライナ軍部隊について。ロシアのウラジーミルプーチン大統領は。十月一日までの駆逐を軍に命じていた。 それを受けてロシア軍部隊は11日ウクライナ軍が州内で支配しているおよそ1平方キロの都市部に対して少なくとも3方向から反撃を始めた少なくとも都市部の左翼の2方向右翼の1方向からのロシア側の反撃に関してウクライナの調査分析グループフロンテリジェンス・インサイトはレポートで多くの人を驚かせたと述べている。 だが、ウクライナ陸軍の第27ロケット砲兵旅団は、これに驚かなかった。第27ロケット砲兵旅団は、ウクライナ軍で現在40機弱あると見られる、米国製高機動ロケット砲システム、ハイマースを配備されている唯一の部隊だ。ウクライナ空軍第14無人航空システム連隊のドローンが、上空から監視する中、ロシア軍の一個小隊が、 都市部の北西の境界線になっている務側の岸にトラック数台で乗り付けた計数十人の歩兵が下車し事前に合兵部隊によって仮設されていた不況ポンツーンブリッジを大急ぎで渡った第27ロケット砲兵旅団のハイマースはそこに向けて射程90キロで GPS ・全地球測位システム誘導の M3031 発発は空中で炸裂し敵弾サイズの師団各400発以上がロシア兵らの上に降り注いだ結果は凄惨なものだった不況を渡った先で露出していた部隊はロケット弾2発で被弾した生き残った兵士らは近くの樹林帯に隠れようとしたがその真上で3発目が炸裂した。 ロシア側に何人の死傷者が出たのかは不明だがドローンのカメラは砲撃前に30ほどのごく人影を捉えていたのに対し砲撃後は10ほどに減っている第27ロケット砲兵旅団はロシア軍による突撃の一つを撃退できたのかもしれないしかしウクライナのシンクタンク防衛戦略センター CDS の12日の作戦状況評価などによると ロシア軍は都市部右翼のウラノク村を取り戻しているほか左翼のスナゴチ村周辺でもいくつかの村を奪還したただ左翼側の一部ではウクライナ軍の第22独立機械化旅団などが反撃しロシア軍の前進を阻んでいる模様だ雑多な構成のロシア軍部隊にウクライナ軍は機動防御で対応中クルスク戦線の状況は混沌としている この方面の両軍の戦力蘇生についても同じことが言えるウクライナ側は陸軍や空中強襲軍領土防衛隊などの大隊の混成部隊となっているロシア側はそれに輪をかけて雑多な部隊の寄せ集めとなっておりフロンテリジェンスインサイトはそれを部隊のサラダと評しているさまざまな師団と旅団から引き抜かれた大隊や連隊で主に構成され これらの部隊が同じ地域でつなぎ合わされていいるという、このような即席の戦力蘇生はロシア軍にとって問題になるかもしれないフロンテリジェンスインサイトはこうした仕方で蘇生された戦力は一般に統一された指揮系統と調整が確立するまでは大きな攻撃力を欠くと指摘しこれはロシア軍で責年の課題であるだけに 短期間での大幅なな改善は見込めいいと続けているフロンテリジェンスインサイトはその一方でだからといってロシア側に攻撃力がないということにはならないとも警告しているロシア軍はウクライナに全面侵攻してから2年7か月近くの間に膨大な損害を出しながらなお人員や車両の面でウクライナに対して優位に立っている。 ただ、クルスク州ではウクライナ軍が防御側というメリットによってロシア軍の数的優位を減殺できる立場にあるフロンテリジェンスインサイトはウクライナ軍は柔軟な防御戦術から大きな恩恵を受けているそれによって固定的な対決でロシア軍の大砲や戦術ミサイル航空戦力に戦場を支配されるのを回避できると解説している。 ウクライナ軍部隊はある場所を守るため最後まで戦い抜くのではなくしばらく戦って敵に圧倒されそうになればより防御しやすい別の陣地に移動するという戦い方をしているただしこうした機動防御戦術はメリットがある反面問題が生じることもあるとフロンテリジェンスインサイトは警鐘を鳴らしている十分な規模のロシア軍部隊が 複数の方向から同時に攻撃してきた場合、ウクライナ側は後方陣地が足りなくなる恐れがあり、ウクライナ側が防御に成功する可能性は著しく低下しかねないからだ。この危険性はウクライナ軍の指揮官たちも理解している。だからこそウクライナ側は、政務側の不況をはじめ、ロシア軍の増援部隊が通りそうな経路をドローンで注意深く監視し、 自軍最高峰のロケット砲に増援部隊を最前線に到達する前に撃破する態勢を取らせている。